西沢博士に、西沢博義は日本の海軍軍人。大東亜戦争におけるエースパイロット。戦死による二階級特進で最終階級は海軍中尉。1920年1月27日、長野県上海の地群南小川村で大役軍人の父のもとに四男一女の三、何として生まれる。実家の家業は農業、養蚕業であった。 1934年3月、南小川小学校高等科を卒業。4月、父の勧めで、岡谷のキート工場に就職。海軍飛行予科練習生の募集広告を見て受験し、1936年6月1日、横須賀航空隊の宇宙飛行予科練習生、第7期を拝命、海軍4等航空兵に任官。1938年8月15日、 霞ヶ浦空付つけ。飛行練習生陸上規範を71名中16位で卒業し、戦闘機専修者20名の一人として1939年3月、大分海軍航空隊で教育を受ける。大分空での教員は、武藤金吉一空蔵で95式、艦上戦闘機と96式艦上戦闘機で学んだ。1940年12月、 鈴鹿海軍航空隊に配属。偵察編集者を乗せた練習機を操縦する操縦教員を務めた。ソロモン諸島上空を飛行する西沢博吉の霊式、環状戦闘機ソロモン海域上空を飛ぶ霊式戦闘機22型。西沢博吉登場機だとする文献もあるが、撮影者の吉田はじめによれば、誰かわかっていない。百四十一年十月一日。 千ト世海軍航空隊に配属。日米海戦に備えて訓練を受ける。サイパン、ルオットと移動し、1942年2月、トラック島からラバウルに進出。2月3日夜、新月という視界が悪い中、96式、艦上戦闘機で、総発飛行艇を迎撃、初めての撃墜を報告する。しかし、航空軍の記録によれば、このプビー、 カタリナ飛行艇は被弾しながらも基地に帰投している。2月10日、第4航空隊に配属。戦闘を重ねて、単独撃墜7機、共同撃墜5機を報告している。1942年4月1日、台南海軍航空隊に配属。第25航空戦隊が新編され、4空の戦闘機体の人員、機材が台南空に吸収された。 1942年5月1日、モレスビー攻撃で戦闘機一撃墜を報告。7日、戦闘機二機撃墜を報告。その後も戦闘を重ねる。5月27日、モレスビー攻撃で戦闘機一撃墜を報告。戦後、坂井三郎は、当時、大田敏夫と西沢博義と共に台南空の三場ガラスと呼ばれ。 この時に3人で中隊から離脱し、無断で、ポートモレスビーのセブンマイル飛行場上空にって3人で3回連続編態中帰りを行って、他から遅れて帰還したという話を紹介している。しかし、戦闘行動調書によれば、堺の主張する5月27日は、モレスビー上空で交戦後、11時30分に、前期が来に帰着しており、堺が、 他の著作で主張した6月25日には太田が、出撃していない。その他の日も合わせて、日本でも、連合軍でも、堺たちが別行動を取った記録はない。1942年8月7日、西沢はガダルカナル島攻撃に参加。西沢は撃墜6機を報告。同戦闘で負傷した堺サブロが内地に帰還したため、西沢が、専門家主管となる。 1942年10月21日、西沢は撃墜30機を全軍復刻された。1942年11月1日、台南空は第251海軍航空隊と解消。部隊損茂が大きく再建のために豊橋に帰還。生還した搭乗者は西沢を含め十数名だった。1943年5月10日、ラバウルに再進出。 西沢は、押渕隆中尉の戦闘教育を任せられる。6月から、ルッセル島周辺の作戦に従事するも、6月末に、連合軍は、レンドバ島に上陸したため、251空は、ラバウル、部員の基地から出撃して消耗していった。8月1日、レンドバ島上空の2度にわたる空戦で発揮を、共同撃墜を報告。また、西沢を、 小隊長とする4機は F4U コルセア4機と交戦、西沢単独で3機撃墜、部下が1機撃墜を報告している。ラバウルリニンジに岡本春年に86機撃墜と語っている。1943年9月1日、253空に転属。同月、航空艦隊司令長官、草勝富一より100機撃墜記念の誕生と、 武功抜群と書かれたのしがみが巻かれた白鞘屋の軍刀を授与される。10月、内地帰還1943年11月1日、大分空に配属。飛行学生教官を務める。教え子には厳しかったが、自分の武功を自慢することはなかった。1944年3月1日、203空に配属。7月10日、 戦闘第303飛行隊に所属。北千島方面の防衛にあたる。ベテランが次々死んでいくため経験の浅いものの指揮を、心配主軍機のあり方についての論文を提出する。1944年9月下旬、千葉県茂原基地の角田和夫被総長の部屋に南東方面の激戦を経験した、エースパイロット、西澤、岩本哲三、長田信義、尾小関幸春。 斎藤サブローラが集まる機会があった。この際、西沢は撃墜数を120機上と語っている。また、岩本鉄蔵が敵が来るときは尻いて敵の引き際に落とすんだ。つまり、上空で待機してて離脱して帰ろうとする奴を一撃必ず落とするんだ。すでに里心ついた敵は反撃の意思がないから楽に落とせるよ。 一回の空戦で5機まで落としたことがあるな。敵の数が多すぎて、勝ち目のない時は目をつむって、真正面から機銃打ちっぱなしにして操縦艦をぐりぐり、回しながら突っ込んで離脱する時もあるよと語ると、西沢は途中で帰るやつなんか、被弾したか、臆病風に吹かれたやつでしょう。それでは共同撃墜じゃないですかと反論している。1944年10月。 都市号作戦参加のためフィリピンへ進出。10月25日、関雪を隊率いる神風特別攻撃隊、四季島隊の直演を務め戦果を確認する。10月26日、蒸気をセブ基地の特別攻撃隊に引き渡し、新しい飛行機受領のため、マバラカット基地へ輸送機に便乗して移動する。その途中、輸送機がミンドロ島北端上空に達したところで、 ハロルド P ニューエル中尉のグラマン海6海の攻撃を受けて撃墜され、西沢は戦死した。ニューエル中尉は100式銃爆撃機だったとするが、1021空の港の光上げによれば、一式立港ではないかという。1945年8月15日終戦時、連合艦隊国時172号で、戦闘機隊の中堅幹部として、 終始優先関投資敵機に対する共同戦火429機撃墜49機撃破内、単独36機撃墜2機撃破の稀に見る、格格たる武勲を、奉仕と、全軍布告された。この他の撃墜数に、家族への手紙に記載された143機、戦死時の新聞報道に記載された150機がある。戦後、太平洋戦争における、 日米両軍を通じたトップエースの一人として知られ、アメリカ合衆国の国防総省とスミソニアン博物館に杉田昭一と並んで肖像が飾られている。美男子であり身長は180センチ以上あった。戦後書かれた戦記ではラバウルの魔王と評された。ありがとうございます。